オーガニックビレッジを宣言している天理市は、市内で有機栽培された農産物を PR する一環で、ヤマトルージュを食材として取り入れた給食を今回初めて提供しました。今日は市内13の小中学校で福住町で栽培されたヤマトルージュの入ったご飯が提供されました。北中学校では日本初となる赤いスイートコーンで糖度が高いというヤマトルージュのご飯を堪能。味は好評で生徒らは次々とおかわりをしていました。ご飯にめっちゃ甘み、なんやろ、染み出てて美味しかったです。生産者さんにもうめっちゃ感謝です。甘くて美味しかったです。生産者の人が一生懸命作ったのを給食で食べることができていいと思います。今後市では福住町で有機栽培された大根と茶葉を使用したメニューも給食で提供する予定です。